おはようございます。2013年3月3日ひな祭り日曜日です。おはようございます。今日はまたちょっと寒くなってきてる。昨日はね、京丹波町の雪がちらちらしてましたけども、北海道の方とかものすごいなんか吹雪になって、台風のようなすごいことになってますけれども、さて、いかがでしょうか。今日はちょっとなんか西日本の方は日が照って少しマシなのかな、そんな感じみたいですけれども、さて、今日はですねテッククランチから見ていきたいと思います。ピックアップするのはこちら、アップル世界の教育機関向けに800万台の iPad を販売、 iTunesU のダウンロード数は10億件を突破ということで、なんかすごいことになってますね。まあさすがにタブレットをですね使ってない、立場としてはこういうことはあんまりよく分かってなかったというのもあるんですけども、使っとけよとか言われそうですけど、教育機関向けに、まあ、確かにタブレット端末っていうのは操作性を覚える上ではすごくやりやすいので、その何ていうんですかね、妙にその操作を覚えなくていい、先にそのコンテンツありきで進められるというところがやはり大きいのかなというのがあって、さらにアップルは教育関係ってやっぱりその前から力を入れてるところがあって、で、大学等のですね教育機関にこのタブレットを使ったオンライン教育ですね、そういったコンテンツ提供のその、プラットフォーム iTunesU ですね、これを提供していて、でこれは幼稚園から大学機関、大学とか研究機関まで教育機関と言われるところは無料でこう使えるね、これがそうなんですけども、そういうそのサービスをやっていて、でそこに登録しているところからもとにかく大量のいろんな教育コンテンツが発信されているという状態になっているわけですね。で、その多いものになると25万人がオンライン登録しているということで、やっぱそういうその特にこういうその iPad のようなタブレットだとですね、本当そのオンライン教育っていうのをその講座を見たりで、そこで簡単な質問とかそういうのにこうタッチパネルで答えるとかですね、そういうものはすごくやりやすい。確かにそのインターフェースとしてはすごくよくできてるし、でどこでもできるっていうのもやっぱ大きいですよね。こういったところがやはりその受けてるというのもあって、非常にその勢いがついてると。まあそういうそのなんていうんですかね、この手の今までコンピューターっていうのが汎用化っていうの、汎用性ですね、何でも使えるというところを目指していたのから、そのある特定の分野に特化してサービスを展開するためのデバイスになるというところで、タブレットなんかも多分そういうところにこうどんどん入ってくるんじゃないかなと。で前から言ってましたけども、そのコンピューターがようやくここに来てですね、情報を発信するための道具と情報を受信するための道具っていうふうにこう分かれてきてる。やっぱこれはですね非常に大きいそのなんていうんですかね、ポジションの違いというか動きの違いであって、やっぱりこういうところからですね、いろんなそのライフスタイルが変化してくるんだと思います。ようやくコンシューマーとそのプロフェッショナルの道具っていうのが明確にこうね、分かれてきたという、そんな感じがします。まあそういう中で、そのアップルなんかは教育っていうところに非常に特化してですね、うまくこう
入り込んできている。で特にそのユーザーインターフェースが優れているところをですね、活用するにはその学習したいというところでその操作を覚えるっていう負担をこう軽くして、できるだけそのコンテンツに触れていくというところですよね。そういう仕組みをやはりこ う, うまく作ってるなというのは思います。まあ、日本でもこういうのをねどういうふうにこう取り入れていくのか、 あるいはまた日本は日本でオリジナルのなんかをやっていくのか、そのあたりはこうよく考えてですねいかないといけないんじゃないかなと。別にiPad を使うのが悪いと言ってるんじゃなくて、やはりそのそういうコンテンツが向いてる向いてないっていうのはやっぱりその文化的なものとかね、いろいろあるので、その辺をどういうふうにこう考えてやっていくのか、でまたオンラインでやるならオンラインでやるっていうノウハウを蓄積していかないといけないので、そのあたりをねどういうふうにするのかっていうのはこれからの大きな課題じゃないかなというふうに思います。さて、そんなところで、今日はこの iTunes U の iTunes U のですねことについてお伝えいたしました。今日はどうなんでしょうね、ちょっとまあ西日本の方は少し寒さマシなのかもしれませんけど、日曜日ひな祭りです。どっかお出かけする方は出かけてみてはいかがでしょうか。ということで今日も元気になっていきましょう。ではまた。